小学生低学年とか小学生行かないぐらいの時かなのすごくねもやもやとした記憶なんですけど、ある日下北沢駅に行ったら下北沢駅の前にドラえもんが立ってたんですよ。これなんかドラえもんのコスプレかなした、まあなんか結構露出度の高い、まあ今のハロウィンみたいなね、ドラえもん立ってたんですよ一人で。で誰かと待ち合わせしてるような感じでずっと腕時計をチラ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 見ながら一人でずっと立ってるんですよ。でいろんな人がもうざわざわしながらそこを取り巻いてたんですよね。そう、その時はさ、なんかまあいるとしてもなんだろう、弾き語りとかちょっと変わったので漫画の朗読とかまあそんな感じだったんだけど、ドラえもんが一人で立ってたことってないんかったんですよ。ドラえもんが一人で立ってたことってなかったんですよって当たり前なんですけど、まあ、なかったんですよね。まあその時はさ、ツイッターもないしさ、みんなスマホとかも持ってないし、なんかまあ拡散とかもされないような感じの状態なんで、その時みんなが密かにざわざわと取り巻いてたんですよね、ドラえもんを。でなんかそしたらね、おーいおーいみたいな声が聞こえるんですよ。でこれちょっとねフリー素材のところから撮ってきた下北の駅なんですけど、おーいおーいって言いながらめちゃめちゃ遠くからのび太が、こんなもんじゃないんですよ。なんかねこれフリー素材だからさ、ちょっと今こんな感じなんだけど、フリー素材だからかなり、まあ、近い、のび太近いんだけど、こんなもんじゃなくって、すさまじく遠くから豆粒並み のび太がね、あーいって言いながらダダダダダって走ってきたんですよ。で、そこでのび太と落ち合って、また二人で腕時計見てるんですよね。あ、のび太来たよみたいな感じになって。え、これ、まだ二人とも腕時計見てる。え、誰か来んのかなってなったら、したら、おーいおーいってまためちゃめちゃ遠くから声が聞こえて、静香ちゃん来たんですよね。一人で静香ちゃんが死ぬほど遠くから来て、でそこでみんながね、でこう来て、でこう揃ったじゃないですか。でまあこの3人がねまだ腕時計見てるんですよ。で、え、何まだ来んのみたいな、これもしかしてジャイアンとスネ夫くんじゃねみたいな感じになって、でおーいおーいって来て、本当にスネ夫来たんですよ。ジャイアンも来たんですよ、一緒に来て。で下北沢駅の前でみんな集結したんですよ、ここで。でまだここまでね、みんなおーいしか声を発してないんですよ。みんな気づきました。僕ドラえもんとか言って寸劇始めたわけでもなんでもないんですよ。ただただ一人ずつがめちゃめちゃ5分ぐらい間隔空いて一人ずつ揃ってきてるだけなんですよね。だけどこれのインパクトがまあ凄まじくって、みんなもうニヤニヤしながら取り巻いてずっと見てるんですよ、この5人を。でまたおーいって聞こえたんですよ。で、あ、これできすぎくんじゃねみたいな感じになって、そしたらね警察だったんですよ。警察来て、で警察がみんな散らしていってね、でもその後解散しました、その集団は。そう、びっくりして、その時ね警察が来た時ね、もうみんな大爆笑で、仕込みじゃなさそうだったんですよね。なんかもう警察も 2,3 人とかで来て、なんか警察もなんならちょっとニヤニヤしてるんですよ。なんか、あ、すいませんなんですけど、ちょっとね、人だかりがいると迷惑なんでみたいな感じで、警察もニヤニヤしながらなんか散らしてて、でなんかそのドラえもん集団とかも、あ、すいませんみたいな感じで、そのまま5人ともバラバラの方向に帰っていきましたねっていう感じでしたね。これほんとさ、なんか最近空気読みっていうゲーム流行ってますけど、一番最後に来るのまさにそれですよね。なんか警察もニヤニヤしてたから、多分まあもっと早い段階で気がついてたけど、一番最後に会えてきたのかなみたいな感じがしましたね。まあっていうのがね、私が昔見たことある下北で警察に止められた例だったんで、ちょっとそれを最近思い出してね。いやもうね、なんかそれ多分すごい昔の話で、ツイッターとかもなかったから今やったら結構ね人来ちゃうんじゃないかな、あれどころの人だかりじゃなかったかもしれないですね、うん、っていう感じでしたね。はい、まあ、っていうのが特に別に質問とか来たわけじゃないんですけど、行ったエピソードトークでした。